どうも、カニです。本日はなんとスクフェスの限定勧誘にアイコスすべてギルティーキスの限定勧誘が来てる。そして本日7月7日七夕 UR ヨハネ下界の儀式確率アップ、ということで今日はギルティーキス限定勧誘11年やっていこうと思います。ヨハネはね、あまりに美しくて天界を追放されちゃったの。発光の美少女って呼んでもいいわよ。発光の美少女、発光の美少女、はい、ということで来ましたね。はい、勧誘ですよ。今日は勧誘、久しぶりの勧誘で、なんとここは限定勧誘、ギルティーキスだけが登場する限定勧誘。そして今日は7月7日七夕ということで、こちら UR よしこちゃんのこれハロウィンのやつがね、確率アップしてるわけですよ。まあということでこちら、11年を1回やって、まあこれ欲しかったけど出なかったカードなんで、出なかった部員なんで、なんとか今日この一発で、本当に本気で当てに行く感じでやります。今日気合入ってます。クククク、いきますよ。じゃあ11年勧誘ポン。魔導書より召喚するヨハネ降臨、来い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 。SSR 入ってた。まだある、まだある。はい、マリ、よし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 、来いよ来いよ、よし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 。リコちゃんばっかりやん、リリーばっかりやん。なになに、なに、 SR 以上全部リリーやん。リリーリリーやばい、楽しくなっちゃった。いや、これ流れ来た、なんかわかんないけど、リコちゃんが来たらなんかもう一回弾きたくなっちゃった。いや、石あるし、もう11年行きましょう。もう気分です、気分、これで弾きましょう。ヨハネ、よし、間違えた、行きましょう、行きます。ヨハネ降臨、ダフ。SSR1 個、ヨシコヨシコ、あー、マリシャイニーシャイニー、昇格はなし、昇格はなし、昇格はなし、はいはい、ということで綺麗さっぱりよしこちゃん出ませんでしたね。最高じゃないですか。いや、ここまで暗くしてちょっとよしこちゃんっぽさ出してたのに、綺麗によしこちゃん出てこないあたり運がないな。いや、運がないあたりよしこちゃんなのか俺は今。そうか、そうだよな、そう思う。僕は今限りなくよしこちゃんに近い。よしこちゃんが出ないあたり、マジでギルティー系。